風の呼吸一の方。こいつが上限の6か。よし、距離を詰めるぞ。炭治郎。だ、大丈夫か、炭治郎。だ、まずい。ここで炭治郎が助かるためには禰豆子が覚醒する必要がある。禰豆子を覚醒させるには左側のボタンから高評価と右側のボタンからチャンネル登録をしてくれると両サイドのゲージが溜まっていき、マックスになったら禰豆子が覚醒する。みんな高評価とチャンネル登録で禰豆子を覚醒させよう。禰豆子、炭治郎。だ、その姿は。いやー、すごいな禰豆子。まさか上限の6をぶっ飛ばしてしまうなんて。ん、大丈夫か禰豆子。な、正気じゃない。すまない。ふう、危ない危ない。それにしても上限の6を逃がしてしまった。こうなったらみんなを集めるしかない。うん、みんな遅いな。おっす、菅井先生、おはようございます。の、やっと来たか、二人とも。めんどくせえな。二人とも、残りの四人は知らないか？ん？うぅー！おっす！菅井先生！ありがとうございます！お、来たね、ミスター赤ちゃん。さて、残りのメンバーは？ミスターマネー、
ここに到着しました。相変わらず高そうな車に乗っているね。当然だ、この俺は総資産3兆円あるからな。この程度。皆さんおはようございます。今到着しました。の、来たね。それじゃああとはミスターレッドとブルーの2人だけど、なあ、あの2人なら喧嘩して怪我をしたので今日は休むそうです。たく、あいつらは本当に仲が悪いな。まあ仕方ない、今日はこのメンバーで行くしかないようで。知っての通り、昨日上弦の6が現れた。今から僕たちはその上弦の6を倒しに行く。だからみんな力を貸してくれ。はい。それじゃあみんな上弦の6を倒しに行くぞ。
どうやら、なんとか間に合ったようだな。手分けして探していたら、随分と時間がかかってしまったようだ。すまなかった。あとは俺に任せろ。では、この俺が直々に相手をしてやろう。私も忘れてもらっては困りますよ、ミスターマネ。来たか、ミスターブラックよ。では、作戦通り行くとしようじゃないか。了解しました。音の呼吸、一の方。とどろき。かわされたか。しかし、今だ、ミスターブラック。了解しました。風の呼吸、一の方。人旋風、そぎ。うわっ。あら、当てる気はなかったんですがね。すみません、ミスターマネ。な、少しお待ちください。上限の6よ。見ての通り、私は敵ではありません。どうか。私を鬼にしてくれませんか。まあそう固くならずに。見てください、一人の鬼殺隊を始末しました。これで私を信用してもらえますね。ありがとうございます。では私にあなたの血を。はどっ、闇討ちが外れただと。だ、せっかくミスターマネーを犠牲にしたというのに。まずいですね。私一人では勝つことは難しいでしょう。待たせたな、ミスターブラック。と、皆さんようやく来ましたか。なんだ、ミスターマネーのやつやられちまったのか。ああ、そうですね。上限の6にやられてしまいました。僕の生徒、よくもやってくれたな、上限の6。みんな、行くぞ。来るぞ。いや、さすがにお前空気読めって。何を言っているんだ。敵は上限の鬼だぞ。そんな余裕をこいている暇はない。見えた、月の糸。みんな仕掛けるぞ。なんか、せこい勝ち方になっちまったが、いいじゃないか。これで、この鬼の被害が出ることはないんだから。よし、どうやらここまでのようだな。どうした、ミスター赤ちゃん。まさか、毒？体に力が入らねえ。いつの間に食らったんだ。そんなバカな。
早く呼吸を整えて。やべ、体が動かねえ。ここまでか。ネズコ、助かったぜネズコ。ふう、あと少しで死ぬところだったぜ。ああ、助かったぜ。サンキューなネズコ。こうしてネズコの助けにより俺たちは上限の6を倒すことができた。最後まで動画を見てくれてありがとう。動画に対するコメントやリクエストがあれば、コメント欄にどしどし書いてくれ。